この動画ではエアゾール式消火具の処分の仕方について説明させていただきます。エアゾール式消火具のケスベー、火消しスプレー、クイックガード、キッチン消火スプレーの処分方法についてご紹介させていただきます。標準使用期間は製造年月より3年となっております。製造年月は缶の底面に記載されています。製造より3年経過したものは処分していただき、新しい商品への更新をお願いします。また製造年月より3年以内でも変形、傷、サビなどある場合は交換、廃棄処分をお願いします。廃棄作業を行う際に準備するものは新聞紙、ゴミ袋、マスクなどをご準備願います。また簡単に取扱い上の注意事項が記載されておりますので、こちらも併せてご確認お願いします。処分の方法ですが、中身の消火剤と缶を分ける必要があります。これより消火剤と缶を分ける方法をご紹介させていただきます。まず新聞紙5、6枚をちぎってゴミ袋の中に入れてください。消火具の蓋を取り、ゴミ袋の中で噴射して新聞紙に吸い込ませます。噴射は約25から30秒ほどで終わります。エアゾールが噴射できない場合の処分方法もご紹介いたします。噴射できない缶の場合、上蓋にあるものに関してはまず上蓋を取り、次に白い噴射口キャップをドライバーを使って外します。噴射口の下にある穴にドライバーの先端を入れ、テコの原理を使いドライバーの柄を持ち上げてキャップを外します。続いて上蓋にある小さな穴にノズルを押し込みます。缶を逆さまにして下向きに押してガスを抜きます。ガスが抜けたら缶に穴を開けて消火剤を抜き取ります。缶に穴を開ける道具はホームセンターなどで販売されています。缶切りがおすすめです。穴を開ける際、消火剤が飛び散らないように缶を袋の中に入れます。1つ目の穴を開け、反対側にも穴を開けると消火剤が流れ出します。約2分くらいで消火剤を抜き取ることができます。消火剤の染み込んだ中身は他の燃えるゴミと一緒に捨ててください。缶は市町村別にルールが異なりますので、お住まいの市町村の指示に従い分別して捨ててください。手や肌に消火剤がついた場合は水で洗い流してください。